震災の時、津波避難に使われ、多くの人の命を救った気仙沼市の民間の震災以降、いのちの階段が、復興整備事業に伴い、移転し、保存されることになり、工事の安全を祈る式典が行われました気仙沼市内野脇にあるいのちの階段は、水産加工会社などを営む安倍町商店の本社兼住宅の外側に取り付けられた階段です。 東日本大震災では社員や住民らおよそ20人がこの階段を使って屋上に避難し津波の被害を免れました気仙沼市が来年3月の完成を目指してこの場所に復興市民広場を整備することになり建物を移転することになりました建物や階段は解体せずにそのまま移動させる引き矢と呼ばれる方法で8 0メートルほど運び 市民広場に隣接する形で保存されます10年の節目ということで、3月11日に後期が間に合うように、皆さんの協力をいただきながら々進めていきたいと思っています。